回は島村でとんでも可愛すぎる、しかもなんとお値段390円とお得でありながら最高の品質のハンカチをたくさんゲットしてきましたので紹介していきたいと思います。最後に他のデザインも紹介しますので、よかったら最後まで見ていってください。こちらのハンカチなんですけども、デザインが可愛いだけじゃなくてめちゃくちゃ肌触りも良くて、なんと80バーゼ、本当に手触りがめちゃくちゃいいです。そしてお値段が390円、右下には刺繍のキャラクターが入っております。このシリーズはですね、以前も販売されておりまして紹介したことがあるんですけども、そこからさらに進化してデザインも一変して、なんと今回20種類以上スヌーピーだけでそれだけのデザインが出ていました。広げてみるとさらにわかるかと思うんですけども、そもそものねハンカチのデザインが可愛いんです。ストライプだったりボーダーだったりチェック柄だったり、もう選びきれなさすぎて、これでもめちゃくちゃ寄りすぐってきたんですけども、本当にもっと欲しかったってぐらい可愛かったです。これは私の愛の A が入っているのでお気に入りで、しかも50年代スムさんっていうところもいいし、色味もめちゃくちゃ可愛い。こちらはブロックチェックなんですけども、白黒の上にフライングエースのちょっといかつい表情の刺繍が入ってます。このチェック柄もね春っぽいですよね。このお気に入りの A のやつも色味がねめちゃくちゃ好きですね。ピンクと水色と黄色と黄緑がこう交互に交わっていてめちゃくちゃ可愛くて好きです。そして出ました、またまたフライングエースなんですけども、黄色と赤のラインが入っていますが、基本的にはギンガムチェックみたいな感じですね。これも大人っぽくて可愛いです。で最後にこれは番外編なんですけども、サンリオシリーズもねたくさん種類が出ていたんですよね。これは弟の彼女が好きなキャラクターなので買っておきました。これは可愛くてハンカチはいっぱい使うしめちゃくちゃいいかなと思ってプレゼントしようと思います。ちょうどホワイトデーの季節になりますし、これはちょっとしたプレゼントにも喜ばれるんじゃないかなと思います。こちらねフライングエース今回本当に可愛くて、数ある中から5分の2フライングエースという結果になりましたね。同じフライングエースでも全然タイプの違う刺繍の表情のイラストですし、背景のねチェック柄も違うから、もう本当になんかもう可愛すぎて全種類欲しくなっちゃいます。かっこいいフライングエースと可愛いフライングエースって感じですね。スヌーピーの S がついていて、そこもお気に入りポイントでございます。今回ねイニシャル付きのものも結構種類がありまして、S とか A とか他にも M とか K とか Y とかあったんですけども、このイニシャル付きのやつもデザインが相当可愛くて、自分の関係ないやつでも欲しいってなるぐらい可愛かったです。あとは定番のジョークールさんですね。こちら背景のボーダーもちょっとアメリカンヴィンテージみたいなお色味でかっこよく決まってて、ちゃんと刺繍と背景の色味もマッチしているところがグッドポイントでございます。あとね今回ウッドストックちゃんがいるのもいいですよね。なかなか珍しい気がするんですけど、刺繍もめっちゃ可愛いですし、背景もねまた変わったストライプ型で大人っぽいしメンズの方でも使いやすいデザインかなと思います。そういえばもう100円アップした490円で同じような柄なんですけど、ガーゼじゃなくてツルツル生地のちょっと高見えする感じのものも 2,3 種類ぐらいありましたので、そういうのもメンズの方でもお使いいただきやすそうだなと思いました。店舗で見た20種類以上のハンカチもちょっと紹介させていただきます。本当に全部可愛くないですか。この
辺イニシャルなんですけども、この K のデザインめちゃくちゃ私の好みです。こちらもね悩みました。でもやっぱり私はイニシャル A だし、50年代すぐさまめちゃくちゃ好きって、これは買うので K は今回諦めました。でも本当にどれも背景も違うし刺繍も全部違うから、見てるだけでもめちゃくちゃ楽しかったですし、どれをお持ち帰りするか本当に最後まで悩みました。もしね皆さんのお気に入りのデザインがあればコメント欄で教えてください。これは最高すぎます。久しぶりにテンションが上がりましたね。スヌーピーだけでこんなに種類があるのがまずすごいなと思いました。今回イニシャルもね結構出てたのが嬉しかったです。そしてですね、後ろの方のこの次のところから490円で生地感もちょっと違うメンズっぽいデザインになっておりました。イラストもちょっとかっこよい感じですよね。そして普通の感じのハンカチも販売されていました。種類がめっちゃ豊富なのでぜひ皆さんチェックしてみてください。あと昨日の動画でご紹介させていただいたこちらの島村のポーチも最強の収納力と使いやすさ、あとコスパだったので、ぜひまだ見てない方はこちらの動画もチェックしてみてください。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。このハンカチ本当に可愛すぎました。プレゼントにも渡したいので、またちょっと島村覗きに行こうと思います。じゃあね、バーイ。